よいよですね、はい、明日松山三越がグランドオープンします。今日一足先に目玉の一つデパートの中のホテルが報道関係者にお披露目されました。松山三越が1年以上をかけて進めてきた創業以来最大規模のリニューアル工事、10月6日にデパートの顔ともいえる1階がオープンしたのを皮切りに、愛媛県産食材を中心としたこだわりの食が集結するデパ地下ザ・セントラルマーケット、そして美と健康がコンセプトのエイジングケア E3 と開業が相次いできました。そして明日リニューアルの最後を飾る百貨店の中のホテルがいよいよ開業を迎えます。エレベーターを降りるとナチュラルカラーにまとめられたモダンな空間が広がっています。大切な時間を大切な人と過ごしていただいて幸せを感じていただくというのがコンセプト。コロナ以降もう今まで当たり前だったことが当たり前ではなくなったって現実があって、その中で頑張っていこうと思っていただけるような体験をしていただければなというふうに思ってやっております。これまで催し物会場やレストランとして使われていた7階と8階のフロアは道後のホテルチャールによって静かで上質な空間へと生まれ変わりました。客室は3タイプの全11部屋。いやーこれは贅沢ですね。遡ること5ヶ月。出して右にスライドやぞ。こっちに引かな出えへんからな全部。押せ。深夜の工事で壁に開けられた穴は、一番町の街並みとお城山を望む大きな窓になりました。インテリアには北欧デザインの家具をメインに配置、くつろぎの空間を演出しています。部屋の壁を彩るのはフィンランドの世界的ブランドマリメッコのデザイナーを務めた戸部町出身石本藤代さんのアート作品です。10月、ここの壁に考えたんだけどここの方がいいでしょうな。この日工事が進むホテルを初めて訪れた石本さん、客室に合う作品を一つ一つ選んで慎重に取り付けていました。そこに座って立ち上がって頭に来ることないよな。そのぐらいだね、うん、そのぐらいがいいわ。もう一つ、すべての客室に設置されたのがフィンランド式のサウナなんですが、一般的なサウナと何が違うのか。長年フィンランドサウナの輸入販売に携わってきたフィンランドサウナの達人堀原さんに伺いました。60、70度だから赤ちゃんでも入れるんですよ。赤ちゃんでも老人でも入れるんです。体温めるってことは健康的なので、女性なんかも本当に新陳代謝が良くなって、一足早くフィンランドサウナを体験したというチャールの島田さんは、あんまりそういう感想が気にならなくてすごい気持ちよくって、また個室になってるので周りの目も気にならずにすごい自分の自由な時間を過ごすことができて、ということで私も体験させていただきました。おお、確かにそんなにぐっと熱い感じじゃないですね。今70度、このぐらいの温度なら長くいられます。こちらのサウナではセルフロウリュもできるんです。おお、すごい。わ、この蒸気いいですね。蒸される感じがすごく気持ちいいです。ホテルの開業に合わせてモダンフレンチレストランもオープン。愛媛の食材をふんだんに使った料理は宿泊客ではなくても楽しめます。松山の繁華街のど真ん中で過ごす特別なひととき、
ホテルレポ茶春は明日グランドオープンです。